サラーククロップの会話がなんかリークされてましたね。これリークじゃないっていうかスタジアムで聞こえたことを見た感じで言ってたけどもうサラーが途中交代とか途中出場に不満持って準備しててでクロップのハグも拒否してみたいな出場前に。で握手だけしに行った時にそんな不満ならもう一回ベンチ下がるかみたいな言われてサラーがブチギレたみたいな。 でもあれっすよね。おおむね予想通りってか、さ、まあそんな感じだろうなって思ったけど、それでサラーが、俺7年もいたんだぞ、みたいな。7年いたやつにそれ言うのか、そんなに俺をベンチに下げたいんだな、俺レッドガードもらってきてベンチになってやろうか、みたいな。一人少なくしてやろうか、みたいなやつだ、みたいな。アントニオが言ってたんだ。アントニオ聞こえてたってことなの。なんか、さすがのクロップでもやっぱ怒る、は怒るんだねっていう、その。 クロップ決定力なさすぎて負けた試合で、アーセナルなら勝ってただろうみたいなことをポロッと言ったところか、もうすでにおかしいと思って。あ、そうなんだ。それは初めて知ったな。ソース確認しないと。なんかクロップだと、ね、クーマンだと言ってるだろうなって思うけどね。これがいずれね、スロットなら言ってるだろうなみたいな、チャビなら言ってるだろうなみたいな。昔だったらこのワードのね、代名詞がドメネクだったんですけどね。だってね、 昔、ユーロで敗退したフランス代表の監督なんですけど、ドメルク。ユーロ敗退した時に、レポーターに詰め寄られて、うるさい、こっから恋人にプロポーズするんだって言ったんですよ。頑張ってってなんないよね。<laughs> リバプールの現状の話をしたいですよね。結局、リバプールってさ、あの、 ウィングかもしくは高い位置取るサイドバックが仕掛けられて、トップはそのまま待ってて、インサイドハーフは、えー、つなげないときには下がってくる、つなげるときには前で待ってるみたいな。で、アンカーは、相手の最初のファーストプレスの後ろを取ってポイント取り続けて、で、フォーバックは、右肩上がりになるのか、左肩上がりになるのか、ウィングの状況で決めるみたいな。こういうサッカーじゃん。だから、サイドバックのキャラクターによって、ボールの回り方が変わるんですよ。で、アーノルドになると、エンドの横に入ったり降りてきたいろんなポジション取るじゃん。 で、いろんなポジションを取って、アーノードがボールを受けた時に、その配球力を活かせればいいんだけど、いろんなポジションを取ってる中でショートパスベースで繋ぐじゃん。別にアーノードのロングボールの配球力を活かさないで。ロングボールの配球力って裏抜けとか前線の選手のオフザボール重要だから。ってなると、ショートパスベースだと、リバプール赤だとしたら、この4123こういうね、形でやってて、アーノード入ってきてこういう形でやるときに、この、ここが繋がってない中でサッカーやると、無理な縦パス多くなるじゃん。で、引っかかるみたいな。 で、こういうサッカーでもさ、引っかかっても失点せずに、引っかかりながらも前に進んでいく中で1点取れればいいじゃん。この1点取れる、2点取れる、言っちゃえば強引に点取れる人たちの調子次第になってるんですよ、今のサッカー。で、あの、ルイス・ディアスが一番得意なとこからガンガン中入ってくるじゃん。で、サラーが今ちょっと調子悪くなってスタメンも落ちてってなるでしょ。ってなると、タッフショット。強引にシュートを決められる能力。このタッフショット力がガンガン低下してるんですよ、今、リバプール。 だから、点取れないよねっていう。これを、チャンスを増やせる形に修正できるんだらいいんだけど、今のリバプールって、アーヌードのやり方によって、こうの時もあるし、こうの時もあるし、みたいな。こうなって、こう降りてきて、こっちが上がって、ルイス野菜ってとか、いろんな形になるから、その形の中でボールのつなぎ方迷ってるうちに失ったりするんですよね。で、その状況でも決めきれる選手がいないみたいな。だから、今後もこういううに構造を、 整えることはないだろうから、まあ選手のクオリティになって、そのクオリティが現状低いって判断してるからか、だろうけど、まあクロップがサラーを後から出して、まあああいうふうに揉めてみたいな。だからサラーとしては自分出したら点取れたのっていう怒りがあるんですよ。で、クロップとしては、いや今最近のパフォーマンス見たらそれ無理じゃんみたいな。そう、だから。だからむしろあれだけどね、表でやっちゃったのはあれだけど、あそこで怒る選手ってすごい頼りになりますけどね。 僕自身もいろんな選手聞いたことあるけど、やっぱり点取ってくれる選手って自分出したら絶対、あの点取ってきてやるわっていう気持ちある選手で、そう昔ある控え選手があるスタメン選手に、あの点取ってきてくださいねみたいに言ったときに、いや、お前が出て取るって気持ちじゃないとだめだろみたいに言ってたやり取り見て、でやっぱりそ,のそれ、叱った方の選手は点取るんですよ。だからそれで言うと、サラーってその叱った側の選手じゃん。 だ,だから、あのサラーの行動は別に、僕はむしろいいと思いますね。炎が消えてなくていいと思いましたね。なんだけど、それは、まあ、リバプールが、まあ、うん、うまくい,いってないのとは別問題なんで。